音楽を作りたいというふうに思ったことありませんか。自分の思いやそれからイメージ、それを自由に音で表現することができたら、歌を歌ったり楽器を演奏したりライブに行ったり、音楽の楽しみ方というのは様々なんですが、さあいざ音楽を作るとなるとなぜか少し敷居が高くなってしまう。学校の授業で音楽を作ったことがある、そういう経験はあまりないのではないでしょうか。でも例えば美術ではどうでしょう。美術の授業では自分で絵を描き、それから作品を作る、それが中心なんです。それに画用紙に丸や三角を好きに描いてそこに色を塗る、それだけでも素敵な模様になり、また作品になったりします。でももしこれをピアノででたらめに弾いたらどうでしょう。合唱の時間にみんなが一斉に全然別の歌を歌ったら。私は大学では作曲を学びました。自分の納得のいく音楽を作るためには長い時間をかけ試行錯誤によって一つ一つの音を選んでいくんです。それは私にとってとても楽しい作業ではあったんですが、一方でこんなふうに思いました。ああ作曲って大変、もっと楽に作れればいいのに。作曲を学ぶほどに私にとって音楽を作るということは簡単ではなくなっていったんです。現在私は幼児教育に携わっています。音楽を通して子どもの創造性を育むためには、創作活動、つまり音を使って自分の思いを表現する、そういった体験が大切なんです。だから子どもたちにはとても気軽に音楽作りを楽しんでほしい、そう思っています。でも作曲っていうと大人でも難しいのに子どもになんてできるわけない。本当にそうでしょうか。お絵かきのように色や形の組み合わせによって、素敵な模様が生まれる。クレヨンの代わりに楽器を持ち、画用紙の代わりに空に向かって音を鳴らす、それだけで自然にリズムが生まれアンサンブルになる。そしてまるで音の絵画のように音楽が生まれる。もしそんな遊びがあったら、子どもには作曲の仕方を教えるのではなく、自然に音楽になる遊びを教える、そんな音楽の作り方があったらきっと面白い。皆さんもやってみたいと思いませんか。日常の中の、あったらいいなとか、こうしたら面白いだろう、そういった何気ない疑問や思いつき、それにちょっとした遊び心、それがワクワクするような私の研究の始まりなんです。